ごきげんよう。小5の英語ですね。はい。で、次回がね、まとめのテストなんですよ。だからね、まあ今日は、まあ今月やった内容、そして次回のまとめのテストの内容ですわね、簡単にまあ確認しておこうということでございました。はい。で、今月ね、何をやってきたかというと、まずね、今まで、am とか is とか are とかっていうのを使った、はい、そのいわゆる be 動詞というのを使った文章をね、ばかりやってきたんですよね。I am 何々とか、you are 何々とかね、this is 何々とか。はい、その be 動詞を使う文章ではなくて、今度はね、be 動詞ではない一般動詞を使うというね、文章を、ね、今月は見てきたんだよということでしたね。はい、そこでまず出てきた一般動詞が、はい、ハブなんていう言葉でした。ね、ハブなんて読んだんだよね。はい、で、このハブなんていう意味で、例えば、I have a bag ね。はい、ハブには持っている。で、持っているなんていう意味があった。はい、ですから、I have a bag ね。私はバッグ、カバンを持っています。ね、なんていうふうになってきたということなんだね。はい、で、次に出てきたのが、like。はい、like。like ってのは好きという意味の一般動詞でした。ね。はい、ですから、I like tennis。はい、私はテニスが好きです。もともと出てきたのが、play なんていうね。はい、何々をするなんていう意味があります。はい、ですから、I play baseball。はい、これで私は野球をします。で、なんていうことだったね。はい、ですので、今までの am, is, are、be 動詞を使った文章ではなくてね、例えば have、例えば like、例えば play という一般動詞を使った文章というのをね、やってきたということでございました。はい、それから、work の方ではね、こちらでした。ね、お店屋さんとかでね、お店屋さん店員さんがね、注文するときとかね、あとは値段を尋ねたりするときとか、どう言ってあげようというのが今回の話題でした。はい、まず出てきたのがね、はい、What would you like? はい、これ、would なんていうふうに読みますね。はい、what はまあ、前にやったことあったっけか、何という意味だね。はい、What would you like? ね、なんていうことでね、これでね、まあ、一続きでね、何になさいますか、なんていう感じかね。はい、何に、なさいますか、ね。はい、ということで、店員さんがお客さんことに対してですね、何なさいますか、何しますか、なんていうことで、What would you like? というふうに聞いていくわけなんです。はい、ですから、What would you like? と聞かれました。まあ、客としてはですね、じゃあ何と何をお願いしますよ、なんていうような感じで、I'd like a hamburger and a salad ね、ということですね。はい、ですから、ここではね、ハンバーガー、ね、それからサラダ、ね、というふうになってますですね。で、この I'd、ね、アポストロフィーで D、ね、この短縮形なんだけど、これはね、I would、I would、はい、I would の短縮形なんです。はい、ここで出てきた would の短縮形で、I would のことで I do というふうに言っていきます。はい、ですので、何なさいますか？ What would you like? と聞かれたんで、I'd like a hamburger and a salad。ね、ハンバーガーとサラダをお願いします、なんていうようなことになってるんです。はい、ですから、What would you like? に対して、例えばこのハンバーガーをまた違ったものに、で、サラダを違ったものにね、変えていくことで、例えば、I'd like pizza。ね、pizza and a salad。ね、ピザとサラダとかね、いう感じでね、ハンバーガーじゃなくて、他に何か自分で注文したいものなんかをね、言っていけばいいんですよ、なんていうことでございました。はい、そして今度は値段を尋ねましょう。はい、How much is it? ね、How much is it? ね、How much? と呼びますね。はい、値段を尋ねるんです。ですから、How much is it? でね、もういくらですか、なんていうふうな意味になってきたね。How much is it? いくらですか。はい、だから、はい、A hamburger is。 はい、数字がちょっとね、読みにくいね。はい、500ね、100っていうのが100っていうものなのね。はい、ですから500ということになると、500なのね。はい、そして70というのが70ね、70。はい、ですから、570円ね、なんていうことで、ハンバーガーが570円です。 A salad is 240円ね、サラダが240円です。810円、please ね。はい、なんていうことで、それぞれハンバーガーが570円なんです。サラダが240円です。で、まあ、合計でっていうような意味でね、810円お願いします、なんていうことで、810円、please ね、なんていうふうになってるよ、ということでございましたね。
はい、ということで、まあ、繰り返し、まあ、復習みたいなところではありますがね、次回のまとめのテストに、の対策ということで、まあ、こう予想、ね、こういった一般動詞のところの文章、それから、ね、前回あたりからちょっとワークの方からも出題してますね。はい、ですので、まあ、こういったように、何なさいますか、あ、何々お願いします、あ、いくらですか、あ、何々がいくら、何々がいくらで、まあ、じゃあ、いくらいくらお願いします、ね、いうような、はい、そんな流れですよね。確認しておいてもらえればということでございました、ね。はい、ただ相変わらず対策プリントと、ね、いうことで、ね、出してます予告のもの文章等々はですね、もうすっごいそのまま出していきますのでね、ぜひとも最低限は、ね、しっかりあいつはやってもらってプラスして、ね、まあ、こういったところもちょっと確認しておいてもらえればいいかなというふうに思っております。はい、では次回また100点目指して頑張ってください。ではまた。